皆さんこんばんは。中山康平のアストラダムス、今夜も始まりました。いつも通りキッズ FM 神戸のスタジオから生放送でお送りしております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ちょうどねこの放送で、触れようと思ってた話題で、まあ、毎週毎週残念なんですけれども、ウクライナの話題に触れざるを得ないような状況がまだ、続いていると。約2ヶ月も続いています。そんな中ですね、実はウクライナに対して民主主義の連帯をと思っていらっしゃる方たくさんおられるんですけれども、他方で演説の中でですね、ゼレンスキー大統領の、以前にも真珠湾攻撃の話が出てきて、何言ってんだろうなって思った方結構おられたと思うんですよね。そうかと思ったらですね、実は日本で演説された時は真珠湾の話一切なかったということなんです。で、どうしたのかな、またこれも思った次第なんですよね。で、じゃあということで、実はウクライナのですね、ツイッターでアットウクライナというそのものなんですけど、ウクライナガバメントオーガニゼーションと、ウクライナの政府機関というふうに訳そうと思いますが、政府関係機関、ここのツイッターのオフィシャルでございますが、ここからですね、先だって実はWe will fight racism here and now と、私たちはレイシズム、すなわち、差別主義と戦うんだと、今においてもここにおいても、そして今においても現在においてもという、そんなですね、タイトルで実はあるビデオが流されてたんです。で、このビデオの中にですね、実はヒトラーと同列で昭和天皇のご遺影が実は流されてたんですね。で、これに対して、まあ、抗議の声がですね、日本の国内からかなり実は上がってました。そうしましたら、この放送のですね、つい1時間前、そして、約12分ぐらい前に、実はですね、こういう書き込みが出されてまして、Our sincere apologies for making a mistake in the previous version of the video. We had no intention to offend the friendly people of Japan. In the new video above, we have corrected the mistake. ということで、私たちはですね、本当に心からお詫びを申し上げます。これ、ウクライナ側の方がおっしゃってるわけですね。ウクライナの政府関係機関、オフィシャルに言ってます。ミスを犯しましたと。previous version of the video。 要するに動画、一本前の動画で実はミスをしましたということで正式に謝罪しました。またこれ詳しくお話ししたいと思いますが、そんなことがあって、まあ放送の時にこの話をしようと思ってたら、先んじて、謝罪があったということで、ちょっと一安心しましたけども、まあこんなこと、今彼らも戦争中でございます、ウクライナ。ロシアからですね、こう襲われている最中、侵略されている最中に、こういった、まあ、情報戦という形ですけども、まあ、こういった過ちを二度と犯さないでいただきたいということを、一人の日本人として強くウクライナ側に申し上げたいと思いますと同時に、ぜひですね、改めて民主主義の連帯、そしてこういった武力によってウクライナを侵略しようというロシアに対する猛烈な抗議をですね、皆さんと共に発信していきたいなというふうに思います。さあ、本日の一曲目参ります。本日の一曲目は、The Notorious のマシンガンファンク。というわけで皆さん、皆さんも当然、皆さんはよくご存知だと思いますけど、ウクライナのですね、アットウクライナという、このツイッターのアカウント、オフィシャルアカウントですけれども、で、そんなことがあったということでございます。ご存知だったと思いますけれども、つい先ほど謝罪があったということで、まあ、よかったなと思います。はい。まあ今日はですね、結構、まあ、毎週いろいろ話題はありますけれども、今週は結構やっぱりあるんですよね。うん。まあ4月、前回の放送が、よいしょ。前回の放送が17日でしたけれども、17日終わった後ですね、こう、ずっといろいろニュースを見てました。で、気になるニュースというと、後でまたご紹介したいと思いますけれども、例えば、外交青書をまとまる話とかですね。中国の
報道官、副報道官かな、調律研士が安倍総理の方にいろいろといつも言葉を慎めなんて言いながら、結局自分がブーメランで中国国民、自国民からクレームがあったというような話もありますし、はい、まあ、そんな話とかですね。まあまあいろいろとお話ししようと思うことがございます。はい、まあけどロシアっていうのはね、見れば見るほど約束を守らない国だなと思いますよね、皆さんね。よいしょ。さあ、音楽はもう終わりますね。時刻は午前0時7分37秒を回りました。キッス FM 神戸、中山康秀のヤストラダムス、今夜も生放送でお送りしております。さあ、冒頭にも申し上げましたけれども、ツイッターでですね、アットウクライナ、これオフィシャルのブルーのチェックが入ったアカウントですけれども、アットウクライナというですね、アットマーク U、大文字の U、小文字の K-R-A-I-N-E と、これウクライナの政府関係機関ですね、Ukraine Government Organization と、政府組織というふうに訳しますが、まあそこからですね、実はこの今ロシアからの侵略に対して、まあ、情報戦、ここで戦われているわけでもございます。いろんな情報発信がされている中で、先日ですね、実はこのビデオが、一本のビデオが流されたんですね。で、そこにですわ、そのビデオのタイトル、動画のタイトルは、We will fight racism here and now. 私たちは、racism、すなわち差別主義と戦うんだと。ここにおいても、現在においてもと、here and now と。で、これ、それで動画が、まあ、流れてたんですけども、何気に見てますと、第二次世界大戦当時の映像なんかもかなりあってですね。まあ、見ていて、ふーっと見てたら、あれ?と思ったら、その、独裁者と歴史で言われている、そういった人たちのこの映像画像の中にですね、なんと昭和天皇のご遺影までが一緒に並べられていたということで、これ本当に許せないなというふうに思った方、思われた方、たくさんおいでになられたと思います。まあ、許せないというと同時にですね、なんか不可解というかですね、不思議な気がしたんですよね。まあ、違和感を強烈に感じました、私も。まあ戦争中のウクライナだから仕方ないなとは思いつつもですね、先ほど冒頭にも申し上げましたように、先日もゼレンスキー大統領が確かヨーロッパでしたですかね、あ、ごめんなさい、アメリカですね、アメリカの議会で演説するときにパールハーバーの話をしたというふうに記憶しておりますが、まあ、そんなことがあって、なんでパールハーバーをわざわざここで引用するのかと思ったような気がした方々多かったんじゃないかなと思うんですよね。で、同時に、で、その後ですね、日本の議会でも、まあ、ビデオで演説をしたわけですけれども、ライブで。で、その時にですね、まあ、どんな演説するのかなと、またパールハーバーのことになんか言及するのかなとか、いろいろこう思って聞いてたんですけども、全くそういうことは一切触れずにですね、なんかこう、スッと流れたような演説でしたよね。はい。うん、で、まあ、いずれにしてもこの民主主義の連帯をしっかり前に進めなきゃいけないという中で、まあ、情報戦がですね、まあこの SNS 上でもいっぱいやられているし、既存のメディアでもやられているというのは、このヤストラダムスでも常に言ってます。で、ご報告してますし、情報共有してます。で、フェイクニュースに騙されないでくださいよっていうのと、あとはやっぱり日本人のふりをして日本語で書き込んでますけれども、実はロシアのエージェントっていうパターンもありますよということで気をつけていただきたいと。特にアメリカの大統領選挙の時とか、フランスの今も、まあ、大統領選挙やってますけれどもね、まあ、厳密に言うと投票日が今日ということですよね、フランスでは。
ね、で、そういった形でいろいろやってますけど、まあ、ロシアがですね、こう、影響工作と言いまして、まあ、ロシア側のそういった工作員の人たち、影響工作を及ぼす工作員の人たちが、いろんな言語を使ったり、もしくは英語なんかを、こう、ツイッターなんかだと翻訳できるような機能がありますよね。そういったものを使って、読み手側の、その脳みそに対してダイレクトに、まあ言うならば、フェイクニュースや影響工作を行う、そういったことをやっております。まあいろんな、そのことをどうしてもネットだけ集中していて、こう孤立しているとですね、どうも信じ込みやすくなってしまうというか、まあ、洗脳を受けてしまうということがこうございます。したがって、そういったことがないようになるべく世の中、社会でいろんなこういった問題についてお話をし合うということ。それから自分自身がその情報を信じる前にですね、ダブルチェック、トリプルチェック、クワトロチェックぐらいやってですね、本当に自分が今読んでいる資料や、この SNS、その、インターネット上に転がっているような情報、ピックした情報が正しいかどうかっていうのをきちっとやっぱりできる限り、この多角的視点で検証していくということ。このことがですね、とても今の時代重要になってきているということです。もしそれが足りずにですね、まあ、多くの人が民主主義国家内において、偽情報を信じてしまうと、本当にその人一人一人の投票行動が変わってしまって、政治転換が起きるとは起きないとも限らないわけですから。そういった意味で言うと、この、専制政治の国が、おそらく主導しているであろうと思われるような情報戦というのはですね、非常に民主主義にとって、民主主義国家にとってはリスクが高いということが言えるというふうに思います。ですから、くれぐれもですね、そういった意味では、気をつけていただかなくてはならないというふうに思います。まあ、できるだけですね、このヤストラダムスでは、こういろんな情報をできるだけ集めてきて、なおかつ、皆様方に、一緒に考えていけるような形で、情報提供していきたいなというふうに思っておりますので、そのつもりでお聞きをいただければ嬉しいなと思いますけれども、まあ、当然考え方っていう意味に言うと、いろんな考え方がありますから、そういった意味で言うとですね、こう、私と真反対の考え方の方もおられるわけですね。で、それはですね、こう、いいことなんだと思うんですよね。何がいいことかっていうと、まあ、多角的に考えるというパターンに、考え方においては、大前提として反対側から見るというのも大事です。まあ、その人から見たら、こちら側が反対側から見ている。意見を言っているということですね。それを、まあ、客観的に見れるというのが大事だということ。で、気をつけなきゃいけないのは、その、中和する意見ということですね。真ん中に来る意見っていうのが、実は影響工作であるというパターンが多いということに、この対極にいるそれぞれが気をつけなきゃいけないんだよということなんですね。皆さんね、もうすでにはっきり言っておきます。日本の政党政治。これ、小選挙区が始まり、インターネット選挙が解禁になってから、皆さんがご覧になられている SNS の、まあ、いろんな、そのプロバイダー、今ありますよね。ニュースなんかのサイトありますね。それ見ますよね。クリックしますね。そしたら、その後に、みんなの意見みたいなのがこう書かれるところあるじゃないですか。あそこ皆さん気をつけて読んでください。あの中は業者がうようよしてます。すなわち、お金を受け取って、何らかの形でお金や利益を受け取って、そしてそこに書き込んでいる人がいるっていうことなんですね。で、現実にそういうことを行う代行業をやるビジネスっていうのが実際にありますから、皆さん。サーチエンジン対策とかですね、そういうもの。すなわち、インターネットでも SEO って見てください。調べてみてください。自分が Google だったらいろんな検索サイトで、検索エンジンで検索されたときに、例えば皆さんがある会社である商品を売ってた。例えば掃除機を売ってたとします。そしたら A 社、B 社、C 社、D 社、E 社と。掃除機ってカチャカチャカチャ、パチッてクリックしても、掃除機って言っても一番上に出てくる掃除機に、自分の会社の掃除機が出てきたら検索結果として。それも当然ですね、売り上げに関わってくるわけですよ、インターネットっていうのは。ですから、そういった意味で、その、自分の検索がヒットしやすいように、引っかかりやすいように上に持ってくるための作業を、
金で請け負う業者っていうのがいる。それが SEO 対策なんですね。もしくは、誹謗中傷されたと。その誹謗中傷された自分自身をできるだけ検索されても引っかからないようにするというような逆 SEO みたいなものもあるわけですね。こういうものが現実的に今ある中で、皆さんしっかりとインターネット検索して読んでくださいねっていうことなんですよ。ですから読めっていうのはその行間を読むという意味ですよ。その間に受けて信じちゃダメですよっていうことですよ。ですからよくこのヤストラダムスですね、インターネットはパンドラの箱だと申し上げてきたんですけど、まさに最初からそういう前提で見とかないと、インターネットに書いてあることみんな正しいんだと思って読み込むとですね、これえらいことになりますから。ですから、先にこのサイバー、例えば今サイバーセキュリティなんて言葉がわわわわ出てますよね。みんなもうはっきり言ってサイバーセキュリティ、サイバーセキュリティって言ってて、急になんか今回のウクライナ戦争、ロシアからの侵略による戦争で、ウクライナ侵略でによってですね、この情報戦の中でサイバーセキュリティっていう言葉も盛り上がってきてますよ。しかしですね、これ、皆さん、サイバーセキュリティって自分のパソコンに、セキュリティソフトを放り込めばですね、インストールすればそれで OK ってわけじゃないわけですね。いくらインストールしても問題はサイバー攻撃にはいろんな種類があるということなんです。タイプがあるということなんです。例えば、マルウェアといってですね、悪意のあるウイルスを忍ばせるとか、DDoS 攻撃といってですね、短時間に集中してある一つのサイトを攻撃して、そのサイトに対して負荷を高くして重くして、そしてサイトにアクセスしにくい状態を作ったりとかですね。あとはもうランサムウェア方式ですよね。いわゆる敵のコンピューターをハックして、そして、金払わないとコンピューター再起動させないぞとかですね。あとは情報を詐取する、要するに盗み取るということ、そういったことがあったりとか。まあ、ありとあらゆる攻撃パターンというのがある。で、わけですね。で、このありとあらゆる攻撃パターンの中でも一番気をつけなきゃいけないのは、実は人間の脳みそなんですよ、皆さん。脳みそ。私が先ほど来申し上げている話っていうのは、私の言葉が実はセキュリティソフトウェアだと思ってください。すなわち、皆さん気をつけてくださいね。こういう情報、インターネットの情報を鵜呑みにしちゃダメですよ。しかし自分が信じたいと思ったら、その信じたいと思う情報を一度チェックする、二度チェックする、三度チェックする、四度チェックする、五度チェックする。それで初めて多角的な視点で、この情報が本当に信憑性が高いのか否かっていうのを見極めてくださいねと。そうじゃないと、どなたかに傷つけてしまうことになりかねない。もっと言えば、これが政治に関することで、選挙の投票日なんかに影響する問題であったら、これ間違いなく偉いことになりますよっていうことを言ってる。すなわち、何が言いたいかというと、皆さんの脳みそにセキュリティソフトウェアを施すことは難しい。すなわち自分自身で自分の脳に最適なセキュリティをご自身で考えてきちっとそれを装備しないとダメだということなんですよね。そうじゃないと怖いと。すなわち敵は何をしてくるかというと影響工作。これは人の脳に影響をする。すなわち情報を出していく。これがフェイクニュース。これが今まではですね、例えばマスメディアでしかできなかったって言ったらマスメディアの人から怒られるかもしれませんけども、しかし偏向報道という言葉が昔からあったことをすれば、偏向報道がニアリーイコール影響工作だということも言えると私は思います。そういったことを考えますとですね、SNS という時代、すなわちインターネットの出現によって、誰しもがフェイクニュースを出すことができる時代になったということですね。ここが怖いんだと思うんですよ。ここが。それをですね、皆さんぜひ注意をしながら、情報っていうものを見ていただきたいと。ですから、私が例えばロシア側のエージェントだったら、この、例えば昭和天皇とかパールハーバーの話をウクライナのトップやこういった政府機関が出してきたら、それをですね、もっと増幅させてリツイートをいっぱいされるような工作をやりますね。なんでかしたら、日本人にウクライナの味方させないようにするために。で、しかも強烈な言葉で書かないです、あえて。あえて
中立的な言葉でもってシェアすると。こんなのでいいのかな、なんか違和感感じるみたいな、ぽやっとした柔らかい表現で、日本語でしかも短く書いて分かりやすくする。そうするとみんな、あ、本当だ、どんなとこかなって覗きに行ってしまうということが起きるんですよね。それがまさに一番怖いんです。中立情報に注意せよということですね。ここが一番影響工作を仕込んでくる。これは国内外問わずですね、サーチエンジン対策なんかもこういうふうにやってくる可能性があるということ。これをですね、皆さん気をつけていただかなくちゃいかんというふうに冒頭申し上げておきたいと思います。さあ、ここで、まあ気になるニュース、今も申し上げたこのウクライナの政府関係機関のツイッターのニュースもですね、これニュースになる前にニュースになってるというか、ヤストラダムス的にもニュースになってますが、しかしまあ、謝罪訂正したということは良かったなと思います。はい。それがなければですね、やっぱり気持ち悪いままですから、やっぱりすっきり、はっきり、こう、避難民の受け入れとかも政府もやってるわけですし、実際、国民の税金をウクライナに対して支援で、人道支援で送っているということもありますし、防弾チョッキだって送ってるわけですよね。ですからそういった意味で言うと、しっかりと安心して支援をしていっていただきたいというふうに思いますので、そういった意味でウクライナが、自分たちのミスを認めて、正式に、その自分たちが発信をしたメディアでもって、謝罪をしていると。そして訂正をしたということ。このことは評価したいというふうに思います。さあ、今日ピックアップしたニュースなんですけども、いろんなニュースがあります。例えばですね、4月19日火曜日午前5時54分、林外相スイス大統領と会談、ロシアへの制裁措置の継続を確認というニュースですね。それからロシアの副議長が同じく19日火曜日の23時58分、ロシア副議長を日本の防護マスク提供に猛反発という、さっきの NHK ですけど、今度はテレ朝のニュースですね。ウクライナに対して防護マスクなどを提供する日本政府の決定に、ロシア下院の副議長は猛反発し、戦争犯罪の一環として議会で審議する方針を示しましたと。タス通信によりますと、ロシア下院のヤロバヤ副議長は19日、ウクライナに防護マスクなどを提供する日本政府の決定について、ウクライナ側が生物化学兵器の使用を計画している証拠だと主張しました。今後、ウクライナの生物兵器に関する戦争犯罪の証拠の一つとして、議会で審議するとしています。また、日本は第二次世界大戦中に、旧日本軍の731部隊が人体実験を行い、生物兵器を開発したと訴え、こうした国の新たな犯罪計画は平和への脅威となると批判しています。ということなんですけれども、このロシア下院のヤロバヤ副議長にですね、ぜひ胸に手を当ててロシア側のことをよく考えてくださいと。あなた方は一体今までどんなことをしてきましたかと。リトビネンコ氏に対する暗殺とか、ナワリヌイ氏に対する暗殺ね、ポロニウムなんていう放射性物質を人の胃の中に掘り込んでみたりとか、まあ、まさに VX ガスですね。に、似ているノビチョクという、こういった毒物をですね、実際にノビチョクを、ロシアの外、イギリスの領内で使用して、元 KGB、すなわち元ロシアのインテリジェンスの人を殺害しようとしたりとか、そういったことですね。今までもう数え切れないぐらいの、ことをやってきていると、世界中が認知していると私は思いますね、ほとんどの民主国家は。まあ、そういった意味で言うと、うん、政治の敵である政敵、これをですね、もう次々に、暗殺しようとしているという、そういう国の副議長がですね、下院の言ってもですね、何なんだということだけですよね、はっきり言って。失礼千万と。あなた方がやってることをしっかりと先によく考えてほしいと。特に今回のウクライナでですね、ゼレンスキーがナチズムだと言って、それを理由にですね、一部のそのネオナチが、ドンバスの方にいたということを理由にして、
わーわーギャーギャー言ってですね、それを理由に三旗のもとに、ウクライナの領土、ウクライナに対して領土欲でですね、侵攻するというのは、侵略するというのは、これは許せん出来事だと思いますし、あれだけたくさんの人たちの命を奪ってですね、子供、老若男女問わずですね、奪っているということ、これはですね、もう本当に、これこそ、これ犯罪計画ですよ。ロシアによる。そして、ロシアによる、これ戦争犯罪というものだと思いますね。そう思ってる人はたくさんおられると私は思います。ですから、本当にこのロシアの情報をここまでよく信じて言えるなと思うんですね。日本にいるロシア人の人で、大使、ガルージン大使は、もうプーチンさんの代弁者ですから、バカじゃないんですよね。あの人賢い人なんで、おそらく分かりながら、言ってるんじゃないのと。もし賢いのに分かってなかったら、こんだけ日本のメディアでいろんなことが流れてるのに、もう本当に、狂信的としか言いようがないなと思いますね。怖いですね。本当に、恐怖政治っていうのは、究極の政治っていうのは皆さん、恐怖と暴力でありますから。まさにそれをやってのけてるのが21世紀。この21世紀に、まるで20世紀のことをやってるのが、ロシアのプーチン大統領という政治家だと思いますので、本当に情報をですね、こうやって制限されて、気の毒に信じさせられてる人たちっていうのは、こういう風にならざるを得ないのかなと思うと、皆さんね、さっき言ったように、私と180度違う意見だろうが、何270度違うが、みんなが自由に好きなことを言えるというのはですね、こんな民主主義のいい国はないんですよってことなんですよ。もう平和ボケしてるかもしれませんけど、この国も。しかし、それでも自由に政治の意見が言えるということがですね、何よりもの、本当に基本的な人権という、政治、心情の自由というところが大事になっているんだという、そのことを幸せをかみしめてほしいなと思うんですね。自由と責任ということです。それが大事です。さあ、ここでじゃあ音楽に行きたいと思います。2曲続けてお聴きください。今地上波では僕が選んだ今日は音楽が流れてます。ラップの音楽ですね。結構ラップとかレゲエって昔からちっちゃい時から聞いてましてね。はい。だけどちっちゃい時はよく聞いてました。今もうこんなおじさんになっても聞いてます。はい。時刻は午前0時34分54秒回りました。キッス FM 神戸、中山康秀のヤストラダムス。今夜も生放送でお送りしております。さあ、今お聴きいただきました曲は、リル・ウェインのララとニッキー・ミナージュのヤイクスという曲でございました。さあ、後半もいろいろと皆様とお話を世の中でどんなことが起きてんの、どんなことが起きてんのっていうのをちょっとシェアしながらお話をしていきたいなと思いますが。さあ、まずいただいたメッセージちょっと読ませていただきたいと思います。キスネームミリコさん、いつもありがとうございます。神戸市にお住まいのミリコさん。さあ、中山さん、こんばんは。こんばんは。知床観光船の事故でお亡くなりになられた方々の御霊の安寧を願うとともに、行方不明者の一刻も早い救出を祈ります。全くおっしゃる通りです。もうね、本当に心配しましたし、なんかこういろいろ、こう現場の様子含めて、事情がわかるにつれ、本当になんでこのような状況で船を出したのか、しかも船がですね、目撃情報によると、前の方から傾いてったと、浸水してったということなんですけど、船が、ひびが入ってたと。前、以前になんか座礁したことがあって、それが治ってなかったんじゃないのか。直していなかったんじゃないかというような、そんな一部報道もあったように記憶しております。まあ、とにかく今はですね、ただただ、行方不明者の方、一刻も早く、捜索活動が進んで救出されることをお祈りします。で、また同時に、救出に当たっていらっしゃる方々のですね、ご安全もお祈りいたしたいというふうに思っております。
さあ、さて、ウクライナ問題で、トンチンカンな発言や SNS での発信を連日繰り返しているコメンテーターといえば、橋本徹氏。メディアを見ていたら彼が維新に在籍し、首長を務めていた時期のとある出来事に疑念が生じたよう。先島のメガソーラ事業において、当初は日本企業2社が受注したと発表していたのに、いつの間にか、中国政府が株式の7割を抑える実質的な中国共産党所有企業、上海電力が事業参入していたというもの。その後、上海電力は大阪市での国内1号となる事業実績を武器に事業を拡大していきます。我が国において外資が事業参入するに特段の障壁はないので、それ自体が問題とは考えていませんが、なぜ事業体が変更になったのに、市からはプレスリリースを含め市民に一切の事前説明がなく、議会に諮ることもなかったのか。問題はそこなんですよね。追及を始めたジャーナリストの一人によれば、担当部局は竣工式まで上海電力の存在を知らされてなかったとか。事業予定地は大阪市が貸し出すもので、部局同様に当時の市長が知らなければ、それはそれで大問題。先ほど疑念と書きましたが、橋本氏が頻繁に中国に渡っていた後のことであり、昨今の中国共産党やロシア擁護の発言とも相まって、何らかの関係を疑っている方も多いよう。同氏の SNS には、ウクライナ発言への批判とともに、説明を求めるたくさんの声が寄せられています。でもこれについての反応はなし。維新という政党のトップであり、自身も公職にあった時のことですから、説明責任はあると考えるんですが、彼にとってはどうでもいいことなんでしょうかね、という、ミリコさん、神戸市の住まいのミリコさんからのメッセージでございます。ありがとうございます。続きまして、キスネームアイスティーさん、こんばんは、こんばんは。今夜も生放送お疲れ様です。ありがとうございます。逆に生放送をお聞きいただいてありがとうございます。皆さんもお疲れ様です。さて、中山さんに質問がございます。北朝鮮は日付が変わって4月25日で朝鮮人民革命軍の創設から90年となるそうです。NHK ではこの軍の記念の日に軍事パレードを行い最新兵器を誇示するという見方が強まっています。ニュースで紹介しています。北朝鮮から新たな脅威が示されるようであれば、我が国の防衛体制にも大きく関わってくるものだと考えますが、中山さんがロシアについて日本にとって大きな脅威となる国の中に北朝鮮は入っていますか？という、姫路市にお住まいのアイスティーさん。ありがとうございます。まさにですね、日本っていうのは三正面と言いまして、三つの、リスク、というか、危険性。はっきり言っちゃいますけど、危険だなと思う国がありますよね。軍事的な意味でも、その暴発、暴走という意味でも、また国によっては拡張主義的な態度を取っている姿勢を取る中国ですとかね。ロシアもある意味そうかもしれません。そんな中ですね、この北朝鮮の核の問題っていうのは、そしてまたミサイルの問題っていうのは、非常にリスクが高いというふうに私は思いますし、大体ですね、皆さんこの間だってロフテッド軌道で6000キロまでビューッと上げて、でそこから正確に EEZ の、日本側から見た排他的経済水域内に、ギリギリに落とすという技術。これだけ取ってもですね、いかに、技術力が北朝鮮はあるのかということが言えるわけです。ましてや、地政学的にですね、非常に至近距離にあるわけですね。鉄砲丼やのどんぐらいのレベルであってもですね、最近のものじゃないミサイルであっても、日本までだいたい、この大阪あたり、神戸あたりだと、弾着まで約8分ぐらいかな、で、ミサイルが到達するわけです。ニュースでウクライナの様子見てると、もう焦土と化したマリウポリですらですね、10万人前後の人たちがまだいるんだと言って報道出てますよね。皆さん、どこにいるのかっていうのも、これも報道でやってますけど、まさに地下のシェルター、すなわち冷戦時代に、作ったシェルターが今、彼らの命を守る、ある意味、そういった術になっているということなんですよね。そのシェルターの中に入るということが。で、日本の場合、私ずっとね、これ、議員やってた時からも、永田町で訴え続けてたんですけど、国民保護って言うけども、政府は、国民保護って何やってんだと。要するにミサイルが8分で到達するの分かっててですよ、10分以内で。
到達するの分かれてて、いや、完璧に落とせますって国会答弁言うでしょ？ね？だけどね、実際皆さんね、打ち漏らしっていうのもあるかもしれないですよ。将来。で、打ち漏らした時どうすんのかってことですね。我々シェルターありますか？皆さん。で、その北朝鮮のそういった脅威に備えて J アラートなんて言って、サイレンみたいなのが鳴る。それはもうそれでいいですよね。だけど、この空襲警報的な意味で J アラートが鳴るのもわかります。わかるけど、わかったからって、じゃあどこに隠れんのかって、じゃあ訓練やりましょうって言ってですね、机の下に防空頭巾被って隠れるっていうんじゃね、これ地震の訓練と何にも変わらない。で、それを平気でやらしてる、この考え方が私は耐えれなかったんですね。だからもう、北朝鮮がミサイル撃つたびに実は官邸ではですね、いろんな会議が開かれ、そして与党は自民党の本部で、北朝鮮のこのミサイル対策本部というのが急に招集されるんですよ。これ1時間目安で招集されるんですね。要するに政府がやってから、後でやると。要するに政府が立ち上げると同時に、もしくは手前にやると、政府の官邸で呼ばれる会議に出てくる役人が、同時に出てくるとこれ大変なことになりますから、役人の取り合いみたいになっちゃうんで、そんなことが起きないように、わざと時間ずらしてやってるわけですけども。で、まあそういったことでですね、結局、私自身がそこへもう何度も出席して言ってたのが、国民保護をそろそろ真剣にやってくださいと、日本政府。やってくれっつうのをだいぶ言ってきました。で、この間防衛副大臣になった時もですね、かなり言いました。で、あることが前に進んでいきますから、今後。ぜひ、ちょっと、またそういうのが言える時が来たら言います。で、要はですね、何かって言ったらやっぱり命を守る政治っていうのは大事なっていうことなんですよね。やっぱり、逃げろ隠れてくださいって言われても、隠れる場所を作ってなかったら無責任にも程がありますよね。で、本当はね、前番組でも申し上げたように、日本って実は、その主要都市はですね、地下街があるでしょ？結構地下街。この地下がやっぱりいいシェルターになるんですよ。はっきり言って。だけどね、ただ単純に、今のままだと、まあ言うならば 100% ってことは絶対ないけども、しかし今よりも強靭なシェルターを作っておくっていうのは大事なんですね。で、これね、例えば、そのシェルターでも全部、地下街とか、そういった地下鉄の駅もそうでしょうけども、あとは、例えばその辺のビルの駐車場、地下駐車場、こういったところにですね、実はブラスターカーテンというのをつけると、まあ一瞬にして、ある程度の、そのブラスター、いわゆる爆風を、抑えるためのですね、措置をさえすれば、そこがシェルターになるんですよ、皆さん。それと、あとは、バイオケミカルウェポン、そういったものが弾頭についてくる、もしくは、ニュークリアウェポン、核弾頭が乗ってくる。どんなミサイルが飛んでくるかに合わせて、実はそういった、まあ、もっと言えば、シェルターが金庫みたいに、こう、頑丈で空気も密閉されたらですね、なおさら実はいいわけなんですね。だけど、そうすると、密閉するとですね、内気と外気をこう、循環させて換気せなきゃいかんわけですね。その換気もですね、バッテリーでやる。バッテリーが切れたら今度は手動でやる。その、隠れてる場所に、シェルターの中で、命からがら逃げ出して守ってる人たちの分の酸素を供給できるだけの、ろ過器をつけなきゃいけない。じゃあ、ろ過のその、いわゆる密度っていうかですね、要するに、ろ過するためのものはどのぐらいのろ過機能がないといけないかとかですね。その、敵が撃ってきたミサイルに合わせて。そういうのがいっぱいいろいろ考えなくちゃいけない。で、まあ、私から言わせればですね、そこまでをきちっとやるっていうのがやっぱり一番大事なことだと思うんです。で、これをですね、口酸っぱく言い続けてきて、やっと内閣官房が動き始めてくれたということ。で、内閣官房と一緒にですね、実際に私見に行きましたよ。第二次世界大戦の時に使ってた防空壕ってやつをね。まあ、東京のあるところにはまだ残ってるんです、結構。で、大阪なんかでも一部、私の地元なんかで、民家の方でね、残ってるとこありましたけど、今そこはもう建て替えちゃってなくなっちゃったと思いますけど、まあ、80年近く経つ、その80年前の為政者たちはですね、何よりもそういうものを作って、特に学校なんかに作ってですね、子供たちの命を何があっても守ろうとした、そういう、その第二次世界大戦当時にいた昭和の時代の、為政者たち、親、
の人たち、大人の考え方、こういったものをですね、なぜ今これ、アイスティーさんなんかが言ってる北朝鮮のこの問題なんかに、問題なんかと重ねてですね、過去の歴史から学んで、具体的に前に進めないのかなっていうのは、すごく、私は思うんですけども、アイスティーさんのね、このご質問からはだいぶちょっと脱線しましたが、まさにですね、北朝鮮っていうのは脅威です。ですから、そういった意味では、ご質問に対してはですね、はっきりと脅威であるという認識の中で、いかにして対処していくかと。まあ、今、削減地攻撃、いわゆる敵基地攻撃の話が、いろいろ、まあ、話題になってましたよね、数週間前。報道なんかでも出てきたりして。ただね、これ、前の週だったかな、先々週ぐらいでだいぶ詳しく説明しましたけども、これ、削減地攻撃っていうのを無視して、専守防衛論はもう語れません。はっきり言っておきますけども。これ、防衛のことを勉強を深くしていっていただければ、よくわかっていただけると思います。はい。第一ですね。じゃあ、インターネットなんかでサイバー攻撃って皆さん言うけども、攻撃をされる瞬間だけが攻撃の瞬間じゃないんですよ、インターネットは。攻撃を相手にするためにはですね、情報収集から始まるわけですから、もうその時点で攻撃されているんですよね、はっきり言って。だから、専守防衛だったらもう反撃でしょ？で、まさに反撃能力っていうのは今度、このミサイル防衛とかミサイルの話でも、与党内、すなわち自民党内で議論されましたよね。反撃って。ある方は、反撃っていう言葉でこれ防衛になるんですかねっていうような意見をおっしゃった方おられましたけども、どの時点で反撃を判断するかということ、どのあたりで攻撃を相手から来たんだということを認知するか、それをきちっと正式に認めるかによっては、反撃っていうのがですね、具体的な何かアクションが起きるよりも手前で、我々が先に先制の防衛としてですね、専守防衛として、できる可能性は私は否定できないというふうに思いますので、そういった意味ではですね、どんどんこういうことはよく考えて技術の進歩に合わせて変化していくことが大事です。やっぱり変化しないものは滅びますよ、はっきり言って。だからそこが一応重要だというふうに思いますので、アイスティーさん、日本は三正面、ロシア、北朝鮮、中国、ここを警戒しないっていうことはないわけですから、絶対脅威であるということは認識しておかなければならんと。しかも核開発やってますからね、よく考えなきゃいかんということです。ありがとうございます。さあ、続きまして、キスネームリンゴさん。中山さん、こんばんは、こんばんは。ウクライナへ軍事行動を行っていることに対して、ロシア国民は8割ほどが支持をしているだそうです。それはロシア政府、そしてマスコミが軍事行動に対して肯定的な意見しか流していないことも影響しているかもしれません。またロシアでは政府に対して否定的な行動を取った場合、収容されてしまう法律があるということを NHK で聞きました。祖国に対する批判的な意見は自分自身の人生を狂わせてしまいかねないため、自由な意見が言えないんだと思います。情報統制プロパガンダがいかに危険なものかというものを実感しました、という神戸市にお住まいのリンゴさん、ありがとうございます。その通りだと思います。それからですね、マッコツデラックスさん、中山さん、皆さん、こんばんは、こんばんは。ロシアによるウクライナの軍事侵攻がエスカレートしている中、中国が今年後半にも3隻目となる航空母艦を進水させる見通しであると香港のメディアが報じました。中国の一番艦空母である遼寧は、旧ソ連が建造途中であったアドミラルグズネツォフ級のワリャーグの艦隊をウクライナ側から購入したものを回収。2番艦のシャントンは国産で建造されており、3番艦となる艦船は上海でロックダウンにより部品調達を遅れている影響から、8月1日の建軍節に合わせるのではないかとも言われています。ここ20年、中国の軍事費が急激に伸びている背景には、空母建造、ミサイル製造など兵器の近代化だけではなく、宇宙空間への進出、裏では我が国など主要国へのサイバー攻撃を念頭に置いたものではないかと思うのです。福岡県にお住まいの誠さん、デラックスさん、その通りだと思います。ありがとうございます。続きまして、キスネーム、テトラポットさん。
はい。残念ながら、日本の政治家の中には国民の命より自分の票数を守ろうとする議員がいると思います。目先の経済対策も大事。でも、その経済活動を無事行うためには、日本が民主主義国として確立されなければありえないこと。愛国者、この言葉がこれからより重要になるんだと思います。だって日本の周りには危険がいっぱいなんだものという、神戸市垂水区にお住まいのテトラポットさん、ありがとうございます。はい。あのね、この、ね、愛国っていうのもね、これ愛国者って英語で言えばペイトリオットって言いますね。ペイトリオット、パトリオット。ペイトリオット。で、愛国主義っていうのはペイトリオシズムというんですね。で、この愛国者っていう言葉に関しては、このいろんな愛にもですね、グラデーションがあるんですよね。で、愛を強烈に愛しすぎるとですね、例えば好きだって言ってぐーっと抱きしめると、自分が愛してる対象者は痛くてしょうがないですね。苦しいってあんまりぐーっと締めると。程よく抱擁するぐらいがちょうどいい愛ですよね。抱きしめ方として。まさにですね、こういう言葉もあるんです。愛国者国滅ぼすっていう言葉があって、愛国をしすぎるのも実は良くないという意見もあるんですね。すなわちですね、程よく愛するということです。すなわち、強烈になりすぎないところも大事なんじゃないかと。まあ、エクストリーミズムというテロの形、そういったテロリストの精神論なんか見てますと、ノルウェーで起きたようなテロとかですね、そういったものなんか見てると、映画にもなってましたけども、かなりその愛国心が強い人がテロ行為を起こした例なんかいうのもですね、過去にあったりするわけですね。まあ、昭和の日本でも、その、国を愛している心はある。すなわち、まあ、それが悪いと言ってるわけじゃないですよ。愛国心は非常に大事なんです。大事だけれども、強制するものではないと。自発的に出てくるということが一番理想なんではないかなと思いますね。私も愛国者ですし、愛国心があります。子供たちにもそうなってもらいたいと思ってます。それが悪いことではなくて、それをぜひ、やってほしいと。ものの程よくやっていただきたいと、いうことが重要なんじゃないかなと思いますね。さあ、ありがとうございます、ドラボットさん。それから、キスネームライトさん。中村さん、ロシアが軍事力を持って隣国ウクライナを支配しようとしています。ミャンマーでは軍がクーデターを起こし民主政権を倒しました。力によって国を掌握しようという民主主義の日本にとっては想像がつかないような行為のように感じます。ロシアはこれからどんな道を進んでいくのでしょうか。ウクライナでの戦いが終わった次の標的はどこなんでしょうか。そして日本はどうすれば他国からの侵略から自分の国を守ることができると思いますか。私は自分が生きているうちに戦争は経験しないだろうと想像していたのですが、ロシアの蛮行を目にすると次は日本が狙われても仕方ないと思ってしまいますという加古川市にお住まいのライトさん。まあその通りですよね。平和っていうのは永遠、世の中にまあ永遠という言葉はないわけですから、残念ながら。ですから永遠の平和なんていうのはない。平和を常に求めていって、平和になるための投資もしていかなければならないということだと思いますし、まあ、残念ながら周りの国がこれだけ厳しい、まあ、安全保障環境になってきたらですね、しっかりと動いていかなくちゃいかんというふうに思います。守るためにですね。で、さっき冒頭にも言った、日本の外務大臣林さんがスイスの大統領と会談したと言いましたね。スイスって皆さん永世中立国ですよね。で、永世中立国の大統領、まあ、すなわち永世中立国であるスイスが今回、ロシアに対して厳しい制裁をしているという現実を皆さん理解していただいたらいいんじゃないかなと思うんですね。ちなみにスイスは国民開兵です。どこの軍隊だろうとも、どこの戦車だろうともですね、何人たりとも、そのスイスの政府の許可、国民の許しなくしてですね、訪問を防がずに、スイス領内を走ったら、それを国民全員で阻止するというのが、これ、スイスでありますから。そういった意味で、その、スイスっていう、こう、平和、で、なおかつ永世中立という国であってもですね、そうやって国民開兵を、旨としているということ。このことをですね、よく認識し、そして今回永世中立であっても、ロシアの蛮行に対してしっかりと、方針を示していること。
このことが非常に私はスイスの強さというものを感じました。ここから日本が学べることっていうのは私はあると思いますから。はい。それから、キスネーム、おっさんさん。親中派と呼ばれる国会議員がいることが日本の政治にとって海のように思えてきます。直ちにというのは難しいと思いますが、日本人が日本で物を作って日本人が世界に売ってお金を得るような体制が必要だと思います。日本のメーカーなのにメイドインチャイナではクエスチョンクエスチョンクエスチョンと思いますという。まあ、その通りですね。ずっと私申し上げてて、まあ言うならばメイドインジャパン神話の最高をということをですね。ずっと言ってるんですね。さあ、そろそろ時間もまいいました。残された時間あと1分43秒ぐらいしかありませんが、さあ、最後に申し上げたいこといっぱいありますけども、外交聖書って皆さんご存知ですか？この外交聖書にですね、19年ぶりにロシアに不法占拠されたということをですね、実は、掲載されたということなんですけども、これね、これもなんですよ。私もだいぶこの外務省のロシアの担当者の人たちには、不法占拠ってなぜ書かないのかと、なんでそんなにロシアに甘いのかということをずーっと言い続けてきたんですね。やっとこの時が来たなと思います。だって、北方領土にですね、インターネットケーブル敷設されても、しっかり抗議しなかったわけですよ。私が外務省に命じて資料を作らせるまで、資料はなかったんです、皆さん。外務省が持ってる資料は。ですから、私ね、このなんとかスクールっていうものが、これどこの国でもあるんですね。チャイナスクールとかロシアンスクールなんとかスクール。まあ、言ってみればジャパンスクールもあるんですよ。だけど、そういったことのこの日本の外務省内におけるスクール制度的なところっていうのはですね、やっぱりちょっとやっぱり、こう、ある意味、こう考えなきゃいけないところがあると思います。またゆっくり来週もお話ししていきたいと思いますね。はい。じゃあ、今日最後の曲はビズマーキーの Just a Friend で、お別れしたいと思いますが、また次の一週間いろんなことがあるかもしれませんけども、くれぐれも皆さんご自愛いただきますようによろしくお願いをして、今晩のヤストラダムスここで終わりたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。というわけで皆さんありがとうございました。今日もですね、いっぱいライブ聞いていただいて本当に感謝しております。ツイッターキャスティングライブ、そしてインスタグラムライブ、そしてフェイスブックライブと。いう形で、私の前には画面が3つも4つもあるというそんな感じになってますということなんですよね。まあいずれにしましても本当に、皆さん方があってこそこうやって放送も成り立つわけでありますので、本当に心から感謝を申し上げたいというふうに思っております。はい。で他にね、実はピックアップしたニュースってどんなのがあったかというと、ちょっと最後に申し上げておくと、まあ、外交聖書まとまる北方領土、ロシアに不法占拠19年ぶりに明記という話、それから中国戦狼外交官のコロナ関連投稿に国内から批判というニュース、それからウクライナに供与した大量の兵器の行方、米国も把握しきれずというニュース、それからプーチンとの約束を信じてはいけない。ウクライナ前大統領5年の対露交渉を経て至った結論。それはプーチンの罠という記事。それから、私たちは最後の日々を迎えているマリウポリの司令官が国際社会に救出要請ということ。これ私は思うんですけどね、もしかしたら何か助けに行く手立てっていうのを先進国の特殊部隊が考えるべき時が来てるんじゃないのというふうにも思いますね。まあいろんなシナリオ、ケースシナリオを探りつつですね、エクストラックというその救出作戦、ただし人数が多いですね。その相手の救出されなければいけない人たち。で、もう四方八方、ほぼ360度、敵のロシア軍に囲まれているわけですね。そうなってくると、これ、救出っていうのがですね、なかなか、簡単にはいかないと。もう相当な攻撃で、360度の輪を崩して、包囲網を崩してからじゃないと救出できないわけですから。そうするともう全面戦争的なことになってしまいかねないというリスクもある。まあ、何らかの、形をですね、一応想定して作戦なんかは考えてんじゃないかなと思うんですけども、これでまあ助けなかったら、本当になんか民主主義っていうのが
だんだん本当に力で負けてしまうような気がするんですよね。香港の返還、マカオの返還、中国による一国二制度の前倒し、約束の不履行、保護、こういったことを見てるとですね、ずっとここ数年間民主主義がある意味負け続けて、騙され続けてるじゃないですか。で、弱くなっていくと相手がだんだん強くなっていくんですよね、自信をつけて。で、オバマ大統領の時に、なんていうの？もうアメリカは世界の警察じゃないんだというような発言をしてですね、それによって、やっぱり、こう、なんていうの、こう、中国やロシアが勢いづいてきてるっていう側面は、私はなくないと思いますよ。ですから、そういったものをどうバイデンさんが見直すことができるかというのも重要だと思います。特にその間にトランプさんもいましたよね。ですから、いろんな意味で、しっかり見ていかなきゃいかんと思います。それから、あと気になったのは、殴打された泥酔客側の弁護士。タイソン氏は過度に攻撃、訴訟の可能性もという米報道がありましたけど、これは皆さんビデオをご覧になりました、マイク・タイソン。マイク・タイソン、私ね、実は、昔東京にマイク・タイソンが来た時に、ニューオータニホテルに確か泊まってたと思うんですが、会っちゃったんですよ、偶然に。で、ものすごいね、愛嬌がいい人でしたね。こんななんかもう、エレベーターでたまたま、私が降りて、で、その後乗り込んだ人がマイク・タイソンだったんですね。ポロシャツで、アディダスのポロシャツかなんか白いの着てて、もう当時タイソンファンだったんで、マイク・タイソンファンだったんで、ニコッと、あっと言ったら、ニコッと笑って、笑顔でこっち向いてくれたの私、今でも忘れません。このマイク・タイソンさんがですね、まあ、ちょっと酔っ払いのように見えたんですけども、その泥酔の客から、まあ、飛行機のシートで、あれ多分ビジネスクラスだと思うんですけどね、前後でこう、いた後ろの方から、まあ、絡まれて、気の毒だったんですね。でも、タイソンさんはですね、もう辛抱しきれなくなって怒って、まあ、手を出したと。まあ、手を出したっていうのは良くないのかもしれませんけど、泥酔客がですね、バカなことをやってる様子見てたら、それはタイソンだって怒るわと思いましたよね。ですから、そういう意味で言うと、ちょっとね、これ、実際、なんかインターネット上、アメリカの方でも、タイソンをそれでも支持する声っていうのが、多いそうなんですけども、私も見てたらあれはからかってる側が悪いと思います。はい。殴る前にもうすでに相手が有罪なんじゃないのというふうに思いますね。酔っ払ってあれだけ執拗に絡むっていうのは、もう本当にそういうふうな感じでビデオ見てたらよくわかると思います。さあ、それから北方領土不法占拠にロシア反発という時事通信のニュースがありますが、ロシアのペスコフっていう報道官がね、北方領土の不法占拠って日本が外交政策に変えたのに反発してるって言うんですけど、まあ、いい反応だってことですね。すなわち正しい反応です。我々が正しいこと言ってる証拠です。はい、よかったです。それから、参議院の石川選挙区補欠選挙投票進む夏の参院選の前哨戦、NHK からこうやってタイトルが出てて、結局、これがですね、2022年4月24日19時17分。で、その後2022年4月24日22時26分では、参議院石川選挙区補選自民党の前議員宮本修司氏が3回目の当選つって出てるんですけど、これ思いますけども、これ夏の参議院の前哨戦であることは確かなんですが、もう最初からですね、自民党が圧勝するの分かってますね。要するに何が言いたいかというと、石川県で自民党が落ちる方がありえないわけですから。だから、まあ、はっきり言って大阪のエキサイティングな政治状況と比較すると、もう石川県の人には悪いけど、はっきり言ってもうこっちから見てたら羨ましいぐらいの自民党の土壌ですからね。ですから、負けることはないところで、勝ったと。これが前哨戦だと思ってたら大間違いで、はっきり言って、今度の参議院選挙は厳しいと私思いますよ。全国。要するに大阪で起きてる現象が全国に広がるリスクっていうのを、ほとんどの自民党の田舎のものは考えてませんからね。言っちゃ悪いけど、田舎のね、自民党の人たちもっと考えなきゃいかんですよ。特に、一区現象っていう現象ありますね。あれと同じことが起きますから。はい。で、比例票の前回の衆議院の維新の出方とか見てると、私参議院がね、下手すりゃねじれてもおかしくないと思ってますから。
はい。だからそのぐらい、こう、警戒心を持った方がいい。あ、また大阪でこんなことになってるよ。大阪の自民党弱いね、なんつって言ってる田舎の自民党がいたら、もう、あんたらのために俺たちは頑張って落ちてんだってことですよ。はっきり言って。はっきり言ってね。内地、田舎を守るためにどれだけ都会の税収で補ってることか。はい。それ人口がどんどん集中してるの都市部でしょ。で、地方の人には悪いけど、どんどん議席減ってるじゃないですか。もうそんなのに小選挙区いつまで続けんですかね。ほんと、小選挙区制度なんて害悪以外何もでもないですよ。日本にとって、日本の政治にとって。で、文通費の話はもうどっか行っちゃったでしょ。ね、政党助成金廃止しなよって思いますけどね、私。政党助成金なんかいらないですよ、あんなもん。その代わりアメリカと同じように、全く同じ制度で、政治家が自由に献金集められるようにしたらどうですか？民主主義の母なる第一、アメリカですよね。そこでは自由に献金できてるじゃないですか。で、文通費なんか別に、あれですよね、ないっちゃ変だけど、形変わってアメリカでも、有権者に対して、はがきを送ったりするのは全部タダですから。はい、そういう通信費なんか面倒見てるわけですよ。それと、中国の3隻目の空母が今年後半浸水の見通し、共産党系メディアということで、NHK が報道してますが、まさにこれ、電磁式のカタパルトを使っているらしいということなんですね。だから、これ、多分世界で初めてですよ、電磁式カタパルト使う空母になると。アメリカでもないと思いますから。はい。それから、ロシア軍、ウクライナ東部、南部で攻勢を強める軍事侵攻2ヶ月というニュース。それから、韓国大統領派遣の代表団、日本へ出発、日本側と意見交換ということで、韓国のユン・ソギョル次期大統領が派遣する代表団、まあ、昨日来たということですね。まあ、どんな話になるのか、また、情報発信をチェックしておきたいなと思います。それから、ロシアの新型の大陸間弾道ミサイル、今週までに配備、今年の秋ですね、までに配備ということで、大陸間弾道ミサイルサルマトという、このミサイルがまさに、プーチン曰くですね、あらゆるミサイル防衛を突破することができる。我が国を脅かそうとする考え、脅かそうとする者に考えを改めさせるだろうと述べ、軍事力を誇示しており、ウクライナ情勢の上で対立を深める欧米を強く牽制しているところなんですけど、まあ本当に、こういうね、専制政治の大統領がいると、こういうことにずっと続いていくんでしょうね。はい。あとはね、まあ、イスラエルがレーザー砲の技術を新たに先週リリースして、一部日本語の報道でも出てますけども、あれビデオがネット上にあるので見ていただいたらと思いますが、まあ、レーザー技術って前はね、セスナにレーザー砲を乗せて飛んでいくドローンに並走しながら焼き切るという、そんな実験が成功したというのがありまして、今度はレーザー砲、地対空のレーザー砲ですからね。まあ、要するにマッハ5以上で飛んでくる、極超音速ミサイルなんかに対応しようと思ったら、まあ、衛星コンステレーション以外にですね、こういったレーザー砲の技術を活用するっていう可能性はあります。だからこれ、光の速度で飛ぶわけですから、音速より速いんですからね。ですからそういった意味で言うと、レーザー砲の時代になってきた。しかも、コストがめちゃ安。ですから、相手が何十億な かけて開発したミサイルに対して、何百円でチャリーンって、ズドーンって来たものに、チャリンって打ち返すという。まあこれ大事ですね。あと、米高官、ソロモン諸島訪問、中国との安全保障の協定に懸念伝えると。これ大事なことですね。これ、アメリカのホワイトハウスの NSC、キャンベル、インド太平洋調整官と、国務省で東アジア外交を取り仕切るクリテンブリンク国務次官補がソロモン諸島を訪問し、ソゴバレ首相らと会談ということですね。これも重要なことです。これ、インド太平洋戦略においてです、このソロモン諸島の地政学的な重要性っていうのはもう本当に要衝ですから、軍事的なある意味、エリア。エリアを包囲されるだけでも良くないってことですね。それからロイターでですね、こんな記事が出てまして、情報ボックス、ロシア核兵器、指揮系統と発射要件は、という。この記事も皆さん、ここでは報告しませんが、読んでみてください。
アメリカなんかでね、よく核発射するような映画なんかがあって、ギリギリに発射しなくて、うまく大丈夫だったみたいな、映画のハッピーエンドのストーリーなんかたまにありますけど、アメリカのだから、なんていうのかな、核を撃つ時の発射前の、までの過程っていうのはよく映画なんかで描かれたりしてますよね。で、あれが本当か嘘かわかりませんよ。まあ、リアルに描こうとしているものもありますよね。だからこれ、ロイターのこの情報ボックスのロシア核兵器、指揮系統と発射要件。まあ、ロシアのあんま見たことないんで、まあ、参考になりますよね。はい。それから、他にも海軍が動画で匂わせ。中国3隻目の空母を今年下半期に進水かというニュース。それとさっき私が言ったイスラエル軍世界初アイアンビームで上空のミサイルと攻撃ドローン撃墜に成功。一発500円で撃墜という、そんなニュースとか。あとはちょっと兵庫県地元神戸の話題も触れたいなと思ってたんで、新長田の再開発は資材不足で再来年の夏以降に完了へ、ウクライナ情勢も今後影響という、毎日放送のニュースですね。でまあね、いろんな車もね、含めていろいろ材料不足になったりしてて、生産が思うように進んでないっていう現実もありますよね。それから、私たちは目の前で起きたことを忘れない。ロシアがフェイクと断ずる市民虐殺。主張を覆す決定的証言と映像を入手という。これは4月23日に21時1分配信の報道特集、これ TBS ですね。これ私もこのニュース見ましたけど、なかなか取材をきちっとして、そしてこれが報道が事実だったとすればですね、非常にこれ重要な指摘だと思います。これ世界の言うなれば記録になると思いますよ。この TBS の今回のニュースというのは、これ大きな意義があったと思いますね。それから、ロシア軍の高性能偵察ドローンを分解してみたら、中から日本製品という。ただし、これ、高性能偵察ドローンとこう書いてますけど、実は高性能偵察ドローンというよりも、本当にね、なんていうの、にわかに作ったドローンっていう感じもしなくもないなっていう気がします。まあ、テロリストレベルというか。まあ、皆さん、世界一のドローンっていうのももう、だんだんできてきてまして。今、中国の DJI がですね、世界の独占市場を抑えてますけど、これをなんとか塗り替えていきたいと。日本を強くするためにゲームチェンジャー技術っていうのを世界中からインテルを集めてきて、日本を強くするために一民間人としてですね、しっかりとバックアップしていきたいなと、一日本人として頑張るぞという気持ちでやっていきますので、これからもこういった情報やニュースになってない情報をしっかりと携えて言える範囲で思いっきりお話をしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いを申し上げて、今夜のヤストラダムスはここで終了にさせていただきたいと、お開きにさせていただきたいと存じます。それでは皆さん、また来週、今夜もありがとうございました。それではおやすみなさい。ありがとうございます。失礼します。よいしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。おやすみなさい。じゃあ、まずは Facebook ライブ。よいしょ。ありがとうございました。